では、今年の元服武将を確認していきましょう。特に今となっては、使い道のない武将ですね。今年、名は。では、神殿を深めていきます。河野さんが従属してくれたので、河野さんと神殿です。靖国寺さんも従属なので神殿を深めておきましょう。チャンネル登録よろしくね。SNS のフォローもよろしくね。できれば取引を行いましょう。かしこまりました。高評価もお願いします。おうち、あと21日で到着か。そろそろこちらも出さないとダメですね。9800vs8400 で戦えるんですね。意外と節約できる感じでいいですね。ちょっと、兵糧も少ないので、この状況なら、隣接だけで守れるかもなので調べます。到着まで2日。このメンツなら勝てそうなので少しした後で、集結で良さそうです。明りごと王騎は勝ち、少なきは負ける。毛利め、忠誠度また下げたな。今日です。あと12日、そろそろ準備しますね。1500vs8400 準剣所も出来上がったので結構有利です。では、返り討ちにしましょう。出陣しよう。姫路も落とせましたね。行きます。もう赤松さんも虫の息です。出陣します。赤松さんは攻めてこなければ、別に今回の包囲網で落とすことはなかったんですけどね。大名の判断が誤ったため壊滅に繋がったってことですね。いつかは壊滅する運命だったとは思いますが、早めたというのは事実ですね。ガチャ来ましたね。待機せよ。ま、普通程度の武将でしょうけど、普通にワークとかにも使えるお留守番武将ですね。なるほど。姫路欲しいんじゃないんでしょうか。多分そうですね。ちょうど落としたばかりなので、姫路もらえるよという口車に乗ってきた感じでしょうね。まもしろ心得持っているなら、四国の端っこの城あげたのに。なんたることじゃ。そんな、いつ取られるかわからんお城なんかじゃ、釣られないでしょ。それはそうですけどね。赤松さん壊滅まで残り35日。え？なんで牢城になっているの？おかしい。とりあえず、牢城セットして、確認します。報告いたす。
集合場所が間違えてたんですね。行こうか。最初調べた時集合に2日となっていましたが、先ほど出兵の際には集結4日になっていましたからね。取引を行いましょう。あ、そういう感じでミスっていたんですか。納得しました。この心だし、必ずや果たしてみせようぞ。勝てるでしょ。負けてますよ。今の負けは建造物破壊されていたっぽいのでしょうがないですね。ゴズメ出しますよ。ゴズメ間に合うのでしょうか。間に合わないと思いますけど。兵糧はあと100日分は残っているので間に合うんじゃないでしょうか。間に合わないと思いますよ。理由は先を見ないでもわかります。たった2日で城の兵が100人減っています。せいぜい持ってあと1週間くらいではないでしょうか。手を打とう。気づいてないみたいですね。進むのだ。そういう時はほっとくのが一番ですね。なんということか。お味方が討ち死にしました。何、城を奪われた挙句武将殺されただと。言わんこっちゃないですね。奪われてる。奪い返すしかないですか。これは大内に殺された武将分の補充来ましたね。ふっふっふ、動揺していますね。そりゃ動揺もしますよ。お、当たり来たー。逆に当たりが来たのはいいことかもしれません。一条さん殺されなくても多分来たと思いますけどね。ちぃ。なるほどな。お城あげましょう。お城選ばせてくれないのか。さすが強い武将ですね。大須城ってどこだ。は、大須？大須って、大内に今取られたところですよ。は？そんなわずはないですよ。自分の領土以外のお城を持ってくるとか、お家再興以外ではないですよ。きっとどこかに大須ってお城あるわず。同じお城が何箇所もあってたまるものか。他人のお城を奪ってくるような神武将がいてたまるものか。やっぱり、見当たらない。これ、なんかバグっぽいですよね。ここで、頭が混乱して、すごく悩んでいたのでカットします。とりあえず、裏切ってもらいましょう。口を引きことよ。うっは。やっぱり今奪われたお城であってたみたいです。マジかぁ。神武将でしたね。とりあえずこの現象は自分の今まで動画でアップしてきた中では初めてのことなので、説明しろと言われても説明ができませんので、動画見てくれている方で知っている方がいましたら教えていただけると助かります。一応詳しそうな方数名に動画編集している時点でコメントに分かったら教えてもらえるようにコンタクト取っておきましたので、コメントに記載してくれているかもしれません。今回も武将が一人しかいませんので、すぐに取られてしまうかもしれません。ですが頑張ってもらいます。いきなり本丸一歩手前からの防衛になりそうですね。お城建築せっかくしたのにもかかわらず武将が一人しかいないとなると、建築の効果は全く意味がないんですよね。せっかくお城建築したのに武将がいないんじゃ意味なしじゃないですか。そうなんです。自分は防衛タイプではないので、ガンガン攻めていくタイプなので、常にお城に武将はいないことがあるので、そうなるとお城建築は全くしないのです。立ちはだかるなら打ち砕くのみ。
赤松家を落とし終わりました。一応、統率85へ、部員79武将で、一部隊作れるかなといった感じでしょうか。で、は、兵も減っていることですので、部分入場合流させていきます。土井さん兵が100人くらいしかいないとか結構頑張ってくれたんですね。で、は、土井さんの兵を補修して、別所さんに向かう準備します。土井さんの補充だけでは、ちょっと兵数的に厳しかったです。もう一部隊は、返品をして、姫路から補充します。姫路も、それほどの兵はいないのですが、なんとか勝てるところまで持っていけれればいいかなといった具合です。出陣します。別所さんは出てこなくなったみたいなので、包囲で別所さん倒せばいいという具合です。包囲もやっと収束ですね。疲れました。商いを始めましょう。報告いたします。先月の収支です。